鹿島のね、その名前が出てくる最後の、文献っていうのがありましてね、これは何かというと、まあ、いろんなところで名前は出てきてるみたいなんですが、一番古いのが万葉集に出てくるっていうことで、まあその中に歌が載ってるっていうことなんですよね。月読みの光を清み、鹿島の磯間の裏に船出す我はっていう、まあ詩があるんですけども、ここに磯間っていう、鹿島とね磯間っていうのが出てくるんですよ。今地名でもうそのあたり全部磯間、やっぱり磯間なんですよね。だからもうこれ偶然とは思えないんですよね。やっぱりここの田辺市の鹿島っていうのもかなりこの歌、まあ、ここの歌じゃないかなって僕思いますね。とてもその貴重な生物が生息しているという、特にこの島に生育するハカマカズラっていうね、あの植物があるんです。でこれがね、まあ、熱帯系の植物で、本当に日本のね本土でも希少価値があるらしいんです。で特にここの鹿島で取れ、あのある植物が本当に特別、昔から有名だったみたいなんです。でこの種子でね、作られた数珠っていうのが大昔に ここで生産されて流行って、で都でね売られていったと。それがね熊の詣をされて、あのしてる当時ね、熊野高堂で熊の詣をされてた人たちに特別なお守りとしてね珍重されてたということが書いていますね。県立鹿島高等学校っていうのがね、この近くにある、そのまさにその鹿島の名前の高校なんですけど、その高校の校章といいますか、バッチゲね、それがモデルがですね、この袴カズラの葉っぱから形付けられてるっていうことになってまして、でこれはもうね、ちょっと見ると学校創設時のね、あの教頭だった、楠本貞一さんっていう方がいらっしゃってね、その方が水俣熊楠さんの長男の方の、親友であったっていうことからね、まあそういう天然記念物の袴カズラをね、交渉にしてるっていうことにつながってるみたいですね。鹿島神社の、ね、神様祭神、ここは明治あたりではちょっと不明って書いてる文献があるらしいんですけど、ね、調べてみるとちゃんと新城村っていうね、田辺新城っていうところがあるんですけど、そこの、まあ、史跡登録の中にね、御祭神の名前が載ってたってことを書いてます。竹三日月の狼と竹平鳥の御事っていうね、この2人の神様いらっしゃいます。でもう竹三日月っていう神様はもう有名な神様、これ天津神でね、春日大社の春日狼の、まあ、お一人ですよね、竹三日月っていう神様で、この方はもうよく神話で登場してきますね。神話芦原の中津国の平定っていうね、天孫降臨の前に天照様の最後の使者としてね、大国主の元に国譲りを迫った神様がこの竹三日月っていう神様で、出雲の稲佐の浜っていうね、ところに剣をね、お逆さまに突き立てて、でその剣の上に座って、で大国主と子供たちにその国譲りを迫るんですよね。で兄のことを城主はね、すぐに承知しましたと。でその弟が、力自慢の弟の神様が竹南方っていう神様でね、でこの神様が大きな石を軽々と持ち上げてね、やってきてね、でこの竹三日月に力比べをして、勝ったら譲ってやるというようなことで、それで任されて、
放置されてしまうっていうね神話があります。でこの竹三日月が、持ってる神剣がですね仏の御霊という神剣でね、この錬剣は神武統制の神話にも出てきます。高倉寺の御事が熊野で竹三日月の代わりにですねこの仏御の玉を持っていきなさいということで、竹三日月が高倉寺の御事にこの剣を渡してそれを神武天皇に届けることで、軍勢が立ち上がるっていうね神話のその剣を持っている神様がこの竹三日月、まあ雷神としてね剣の神ということですよね。もう一方ここに天津神の竹平鳥の御事っていうね神様、いらっしゃって、竹っていうのはいずれもその勇猛なっていうたくましいっていう意味なんですけども、その平っていうのはねへり縁へりのまあそういう境界を表す、ことのようで、勇猛な異境への境界を飛ぶ鳥の神様ですよね。鳥っていうことですよね。で神話でこの現世と黄泉の国のね死者の国のこの境を四物平坂とね呼ぶんですけども、そこのまあ境界とかね海と陸地の境界などを表すねそこを飛ぶ鳥っていうその神様のようですね。また別名は雨の雛鳥の御事とおっしゃいましてね、高間ヶ原から雛っていうのはこう出雲の国らしいんですけども、そこへ出雲国へ飛び下った鳥っていうねそういうものも古事記や日本書紀に載っているっていうことを書いてますね。この竹三日月っていう神様は春日狼の一人なんですが、この神様ね茨城県の鹿島市にあります鹿島神宮っていうね大きな神社、有名な神社ありますよね。そこの主祭神なんですよね。だから鹿島の神っていう、まあ、異名もありまして、まあ、鹿島の神ともね言うんです。だからこれ偶然とは思えないですよね。鹿島ですものね、もう本当に不思議だなと思いますけど、まあそういう神様がここにいらっしゃるってことですよね。そしてそのやっぱり鹿島っていうと南方熊楠さんね、ものすごく縁がありまして、この人が森をここを守った人なんですよね。で1902年っていう年に熊楠さんが初めてね鹿島に渡った年らしいんです。でその2年後に田辺に意を構えたっていうことを書いてますね。